おっす。はい。自分、酒飲みなんですけど、はい。今も飲んでます。今も飲みながら、はい。はい。インターネットをしていたところなんですけども、はい。あれです。ゆっくり武術解説動画チャンネルさんの道場情報をいただいていたことに今気づきまして、もう2日前にくれたみたいなんですけどね、はい。今あれを、いう感じで、はい、気がつきまして、はい、道場名というか団体名を、はい、ちょろっと教えてくださった人がいて、まして、別に匿名でもないと思うんだけど、とりあえず K さん、一応、はい、イニシャル K さん、としておきます。K さん、ありがとうございます。はーい。で、はい。はーい。はーい。中身酒ですけどね。うん。はーい。もう、あれ、ググったら、うん。あっさりすぐ出てきたんで、はい。公式サイトもありましたんで、見まして。で、そのね、ゆっくりさん。あれっす。うん。ちゃんと、公式サイトの方の動画では、うん。顔さらして、うん。本人が声も出して、はい。うん。いろいろ武術の動きの解説をなさってんですけど、いやいや、うん、思ったより年食ってましたね。うん、いや、俺47歳。俺もいい年してるけど、うん、近い感じですね。っていう感じですけど、で、まあ、うん。うん。うん。まあ、サイトの作りとか、まあ、見て、うん。まあ、ああ、なるほど。うん。ゆっくりさんっぽいなっていう。生身のゆっくりさんはこんな感じかっていう感じですけどね。はーい。まあ、教えていただいたからには、はい。習いに行かないと。いけないなっていう感じですけどね。習いに行ってそれを、はい、また動画であげるしかないですよね。はい。うん。というわけで、ただまあ別にね、うん、まあ手合わせというほどでもないし、ただの体験稽古。体験稽古1回1500円って書いてるんで、うん、1500円払ってじゃあ、はい、やってこうかなっていうとこで、うん、手合わせまでして申し込ませていただこうかちょっと考えてますね。で、うん、考えてんのは別に俺、はい、ゆっくりさんより強い気もないし、ゆっくりさんより強い気もないけど、やっぱりね、うん、うん、まあやっぱ手合わせしていただいた方が、うん、やっぱり相手のね、実力。はい。僕ははっきりね、ゆっくりさんについて、うん、実力なんかあるわけねえだろうとはっきり言いましたんで、まあ、うん、言ったからにはその実力を身をもって知る義務があるかなと思うし、あと別に勝つ気ないから、はい。もう全然いいですよ。ボコボコにしてくださいっていう。うん。もう、ボコボコにしていただくだけでも、うん、まあ全然いいかなっていう。うん、うん。彼のことを武術家として実力あるわけもないとはっきり言いましたが、だからといって俺の方が実力あるとは言ってませんからね。別に。うん。ボコボコにしていただいてもいいかなっていう。別にいいじゃないですか、そのぐらい。うん。まあだから後遺症が残らない程度にね、やっていただく分にはまあいいかなっていう。まあ後遺症が残ったら訴えるかっていう。うん。まあそれならそれでいいかなっていう。感じですけども、ただちょっと問題はね、はい、実は私今、はい、関東にいないんですよねっていうか、いやもう長いこと高校卒業ぐらいからずっと関東にいて、うん、
今も関東にアパート借りっぱなしにしてるんですけど、実は、今年入ってというか、去年の年末ぐらいからずっと実家の四国で暮らしておりまして、それはまあちょっと両親が高齢で、ちょっと面倒見なきゃなっていうようなこととかもまああったりとか、しているんで、で、まあこのコロナの、こともあるんで、まあ両親も嫌がるから、あんまり遠出しないようにしてるんですが、でもまあ教えていただいたし、いい動画のネタになるから、ゆっくりさんのとこに、ゆっくり VS 解説動画チャンネルさんのとこに突ってやればね、もう、多分再生数結構上がるでしょうからね。まあ、やんなきゃな。ただそれがちょっといつになるかなっていう。だいたいね、3ヶ月に1回、ちょっと俺すでにね、心臓の病気とか抱えてまして、3ヶ月に1回薬をもらいに、その関東の大きな病院のとこに行くようにしたんですよ。だから次行くのは8月、8月中旬から下旬っていう、感じで考えてるんで、まあ、その時に行こっかなっていう。でも、ちょうどまあ、お盆の時期ですからね。道場休みでもしょうがないし。どうしよっかなっていうところで、ちょっと考えてます。で、まあ、今、酔っ払いながら撮影して、酔っ払いながらアップロードするんで、後から見て、やべえ、って思うかもしれないから、そしたらすぐ消すんで、まあでも一応上げてみよっかなっていうね、いい感じでというか、しょぼいけどね、全然しょぼいけど、熊沢さんやゆっくりさんに比べれば全然しょぼいけど、おかげさまで おかげさまで、私の動画再生数伸びてるんで この調子でお二人に絡むような感じでうまく、再生数上がる動画を上げていけれたらなぁとも思ってますんで、とりあえず、ちょっとこれでまた上げてみて、意外に伸びたら、嬉しいかなっていうような感じで一回、上げてみようと思います。乾杯、乾杯、俺も超酒飲みなんで、超酒飲みなんでね。良い子は真似しちゃダメだよ。酒。楽でもないよな。酒飲んでるような人間は。酒飲んでるような、酒に溺れてるような俺みたいな人間は、ろくでもないやつですよ。熊沢さんも、ゆっくりさんも素晴らしいです。きっと二人とも、そんな酒飲んでないでしょ。そんな感じで、じゃあ、今後ともよろしくお願いします。おっす。